トゥクムスとは、ラトビアの都市である。ラトビアの4つの地域のうちのビゼメ、ゼムガレ、クルゼメの3地域の交点に位置する。冷戦期には、トゥクムス空軍基地が運用されていた。トゥクムスの歴史は、ダウガー川の川口からプロシアへと続く通商路の間で発展してきた。トゥクムスで最も古い地区は、今のタルシである。1253年以降、トゥクムスは、 リボニア体験騎士団の支配を受けた。13世紀の終わりに、スリセン川の土手に、石造りの城が建てられ、その周りには、ドイツ人の商人や職人たちが居住して、市場を形成していった。16世紀になると、商取引の発達に伴い現在のリエラ通りである、プロシアへの新しい通商ルートが作られた。公共の建物や主要な企業、商店などがこの通りに集中し、 トゥクムスの発展に重要な役目を担った。リボニア騎士団解散後、クールラントゼムガレン広告が成立し、他の多くの町と同じように、トゥクムスも多くの戦火に見舞われた。クールラント港、ヤーコップ・ケトラーの時代には、トゥクムスは急速な後継機を経験し、その時期にクールラントゼムガレン広告の首都であった、イエルガバへの通称路が作られ、その近くの湖にはダムが作られた。 ダムでは、製粉機や樽を作る窯が稼働しており、損は外国へと輸出された。当時の町の人口は800人であり、町のランドマークとしては、湖と1687年に建てられた教会の、戦闘があった。1795年以降、クールラントはロシアに吸収された。当時のロシア皇帝エカチェリーナ2世は、トゥクムスを含むいくつかの都市に、 公民権を与えるためクールラントを分割した。1800年には都市の境界が惹かれ、その2年後に初めての都市地図が制作された。人口は1500人を超え、1806年には初等学校が開校した。1860年には道路が舗装され、1875年には街灯が設置された。1877年にはリガと トゥクムスとの間に鉄道が開通し、しばらく後にはベンツピルスとの間にも開通した。大都市と鉄道によって結ばれたことで、トゥクムスはさらなる発展を遂げ、1897年には24の企業が川や観葉植物、ふのり、陶磁器、食料品などの生産を行っていた。その後町は工業の発達に伴い発展したが、裕福なものは町の東部に、 労働者たちは西部にそれぞれ家を建てたために町は2つの地区に分かれた。1930年代には8000人の住人と73の企業が創業していた。1301年に作られたラトビアに唯一残るリボニア時代の城であるジャンプルズ城が現存している。城の近くにはトゥクムスの歴史を専門とした博物館と展示ホールがあり、1592年に 建てられたジャーンプルズ、ルーテル教会も現存している。トゥクムスから5キロメートル離れたクルゼメの丘に囲まれた、置には1901年、当時のリガ市長である、ジョージア・アームステッドの住居として建てられた、ヤウンモク宮殿があり、現在は、林業の展示を行っている。ブリタニカ百科事典ロシア語版。ありがとうございます。